ドン・ドッケンは、アメリカ合衆国のハードロックボーカリストである。LA メタルバンド、ドッケンのリーダー。ノルウェー系アメリカ人。身長183センチメートル。また近年は、若手のバンドを発掘して、アルバムのプロデュースも行っている。最初に結成したバンドは1977年で、当時のメンバーは、ドレイク・レビン、ビル・ロードン、ラスティアレンであった。その後、 1978年に、後のラットのボビー・ブロッツアーと共に、エアボーンを結成。スターウッドクラブや、ウイスキーや、ゴーゴーといったクラブでプレイしていた。この時、ザ・ボーイズというバンドに出会う。当時そのバンドには、ジョージとミックがプレイしていた。その後すぐに、エアボーンは崩壊してしまう。1979年に、ドン自らのせいを、バンド名とする。 独ッを結成。スティーブン・バリー、グレッグ・ペッカと最初のシングル、ハードロック・ウーマンをハードロックなる自主レーベルからリリースしている。1978年にドイツをツアーし、その後アメリカに戻って一度バンドは解散している。が、ドンはベースのフォアンと共に独ッを再結成させる。そして新たにギターにグレッグ・レオン。 ベースにゲイリー・リンクを加入させ、バック・イン・ザ・ストリーツをリリースする。が、しかしそのゲイリーも、グレーとホワイトに加入するためにバンドを去ってしまう。そして、再びバンドを解散させ、ドンは、カズとドイツに渡り、再び、ボビー・ブロッツ・アート・フォワンの兄のトム・クルーシェと出会い、デモテープ制作を行い、カレル・レコーズと契約する。そして、 再びフォアン・クルーシェを加入させた後、1981年、ドイツで、急遽レコーディングをすることとなった。当時は、流動的なメンバーだったため、アキサイターのミック・ブラウンを加入させたが、彼は、ジョージ・リンチが一緒に加入するという条件で OK、したのだった。ドイツにてレコーディングを行い、ドン・ドッケン、ジョージ・リンチ、フォアン・クルーシェ、ミック・ブラウンというラインナップで、 デビューアルバム、ブレイキングザ・チェインズを制作した。その後、フォアインの後任にジェフ・ピルソンが加入し、1983年にエレクトラレコードと契約。デビューアルバムである、ブレイキングザ・チェインズの再発を経て、1984年に出世作となった、セカンドアルバム、トゥースネイルを発表。その後、 1985年にアルバム Under Rock and Key。1987年にはアルバム Back Forge Attack を発表。発売2週間でダブルプラチナを獲得した。1988年来日公演の模様を収録したライブアルバム Beast From ス e e s をリリース。しかし、ドンとジョージの確執が深刻化してゆき。 モンスターズ・オブ・ロックのツアーを終了と同時に、ドンが脱退する形でバンドは解散する。ドンは、ピーター・バルテス、ミッキー・ディー、ジョン・ノーラム、ビリー・ホワイトと共に、バンド、ドン・ドッケンとして、ゲフィンレコードから、アルバム、アップ・フロム・ジアッシェズを発表した。その後、メンバーが、次々と去っていき解散。なお、結成当初はベースにパトリック・ヤングとヘンポー・ヒルデンが、 メンバーだった。1994年に全盛期のメンバーで独権が再結成されるが、2枚のアルバムをリリース後、1997年にジョージが再び脱退。ツアーにはジョン・ノーラムがヘルプする形で行っていた。その後、公認にはレブビーチを迎え、イレイズ・ザ・スレートを発表。その後、ジョン・ノーラムにギター交代させると、 今度はジェフが脱退、ベースを新たにバリー・スパークスを迎えてロングウェイ・ホームをリリース。その後、ツアー中にジョンが怪我でアレックス・でロッソが代役で参加させる。その後、ヘルツ・ペイのレコーディングに入ろうとするが、アレックスのビザの関係でアメリカに来られず、新たに元はオーロックのメンバーで1997年に一度。 独ッのライブに参加したことがあるジョン・レビンを迎えて、レコーディングを行い、アルバムをリリースした。2008年には、アルバム、ライトニング・ストライクス・アゲインをリリース。また、ソロアルバム、ソリタリーをリリースしている。以降も、独ッとしてのアルバム発表、ライブでの活動が続いた。2012年、アルバム、ブロークン・ボーンズを最後に独ッの活動を終え、 マイケル・シェンカーとフェイスという作品を制作すると語っていたが、その後もバンドは活動を続けている。若手のバンドのアルバムのプロデュースをすることでも有名。ブラックブルーのデビュー前のデモのプロデュースを行ったりもしていた。また、ファントムブルーのデビューにも関わっている。その他、プロデュースに関わったアルバムは下記の通り。ありがとうございます。